よ、せや。それがな、幸を呼びに1年生の教室に行ったらもういなくてさ。それで幸を求め、こうして校内をさまよっているってわけだ。まったく幸のやつ、俺を置いて一体どこに行っちまったんだろう。なるほど、まさかどっかで行き違いになったとか。とりあえず俺はもう少し幸を探してみる。お前も見つけたらすぐに俺に連絡してくれよな。お前は気楽でいいよな。寮の部屋一人で使えて。そりゃ俺だってできればプライベートのある部屋が欲しいさ。なあせや、俺もこの部屋に引っ越してきていいか。なんだよせや、お前は自分だけ良ければ他はどうでもいいっていうのか。んなことないぞ、せいやと一緒なら俺は二人部屋でもオッケーだぜ。だってよせいや、俺のルームメイトの山田っての知ってるだろ。あの根っからのガリ勉やろうときたら、寮に帰ってくるなりすぐさま机に向かってノート広げてさ、このまま寝るまでずっと一人でブツブツ言いながら勉強してるんだぜ。それにしたって限度ってもんがあるだろう。俺がテレビ見てたらうるさいからヘッドホンで見てくれとか言うしさ、そんなの俺の勝手だっつうの。せいや、いけず。そんなの気にしない気にしない。ちっ、まだ夜は長いってのに。あ、いいこと思いついたぜ。今日は久しぶりにせいやくんの横で添い寝してあげる。
それならセイヤの睡眠も邪魔しないし、一石二鳥だ。ダメ。セイヤ君のためなら何でもできるのに。上でも下でも好きな方使ってくれていいんだね。マジになるなよ、冗談だって冗談。さてと、セイヤがうるさいからそろそろ自室に戻るとするか。そんじゃまた明日な、セイヤ。おはよう。だからさなるほどね、あいつらしいや。おい、せや。
だって あのさ、セア、お前、前世がカッパなんだってな。ごめん、だってあんまり面白かったから。いいじゃないか、前世がカッパなんて。カッパーマトックの主役、マトックコガと同じ設定だぜ。まあまあ、そんなに怒るなって。ごめん先輩。でもその女の子、なんでセイヤのことカッパだと思ったんだろうな。キュウリ好きだったっけ。そりゃそうだよね。違いない。でもそれじゃどうして先輩がカッパなんだろうね。カッパの霊にでも取り憑かれてるんじゃないか。それでその子は霊感が強くて、それが見えると。とにかく理由が分かったら私に教えてね。よっ、セイヤ、昼飯食べに行こうぜ。サッチたちは午前中から課外授業で放課後まで学校に戻ってこないんだってさ。しょうがないから、今日はセイヤと食ってやろうと思ってな。ニツルマくん、チャース、リッカ先輩。リッカ先輩も昼飯ですか。ううん、ちょっと職員室に行っていたのです。まさかリッカ先輩、遅刻して裏山から忍び込んだところを生徒指導に見つかって呼び出されてたとか。君と一緒にしないでください。バトン部の顧問の先生に今日の連絡事項を聞きに行ってただけです。はい、バトン部の体育館使用許可についてなのです。室内競技の部活がいっぺんに体育館を使ったら狭くて練習どころじゃないでしょ。なので各部活の顧問の先生同士が話し合って、体育館を使用できる期間を順番に決めているのです。それは部活によって違います。天文の間の湖畔を使うところもあれば、他の施設を借りて練習する部活もあるのです。そんじゃあ、リッカ先輩のところは。バトン部はですね、明日からしばらくグラウンドで練習なのです。そうなのです、太陽の下だといっぱい汗かいちゃってもう大変なんです。
終わった後なんてユニフォームも下着もびちょびちょです。下着もびちょびちょっすか。うん、だから毎日着替えを持ってくるんだけど、お洗濯が大変で。リカ先輩、今度練習見に行っていいっすか。実は俺もバトンに興味があるっす。はい、そういうことならいつでも大歓迎です。俺行くっす、絶対行くっす、死んでも行くっす。私はキャプテンじゃありませんよ。第一、私にそんなことできるわけないじゃないですか。でも普通こういう仕事ってキャプテンがやるもんじゃないですか。普通はそうかもしれないですね。では連絡係をじゃんけんで決めてるんです。じゃんけん？じゃんけんして負けた人が昼休みに先生のところに行くことになってるんです。なるほど、そういうことだったんですか。なので私はみんなに連絡に行かなきゃいけないので、これでバイバイです。
Yeah.